来たー、ついに男お一人様カフェスイーツ。フルーツワッフル、いいんじゃないですか。え、そうやって堂々としていればいいんですよ。こうすると手をつないでお楽しみくださいませ。俺も昔はそうだ、暴れてた時期があったんだ。家族にすらと。だったよ。それからマスターの店で働き始めたんだ。どうしてか自分でもよくわからなかったけど。なあ、カナエか。すまんな。お前も忙しいんだろ。ほう。これはなかなか本格的だな。素揚げにしてあるのか。どれ、一緒に。よし、次はピーマンとカボチャで。肉、これがまたいい仕事をしている。野菜たちの個性を引き出しながらもガツンとしたうまみを主張している。これは本当に、まあ、あいつのようにはうまくできんだろうが。いただきます。お待たせいたしました。安納芋のタルトとアイスコーヒーに大盛りで。お待たせしました。とろとろ卵のカツ丼定食でございます。いただきます。ん、これは柚子胡椒が効いてますね。きっと下味に使っているんだと思います。まろやかな卵、甘い玉ねぎとよく合ってさっぱりといただけます。パンのセットでございます。と大のビスキュイと食感のバランス、デコレーションのセンス、どこかで六宝堂オリジナル和栗のモンブランです。そうね、なんだかここにいる時と。冬のほっこりハンバーグプレート。このソース和風なんだ。そうみたいね。こちらデザートのほうじ茶プリンです。私も初めて食べたわ。私も参加しようかしら。ぜひ来てください。あんみつとお茶のセットでございます。豆にも塩味が効いていて、フルーツも爽やか。白玉はもちもちで濃厚コクマロナポリタンでございます。あんころ餅かきなこ餅。長寿のシンボルであるエビの天ぷら、繁栄繁盛の願いが込められている伊達巻、商売繁盛の神様お稲荷さんをイメージした油揚げ、子宝に恵まれるようにと縁起を担いで食べられるニシン。しょっぱい系甘い系適当に用意してみた。味付けはかなりスパイシー&ジューシーやけど、それが付け合わせの新鮮なキャベツによう合う。こいつ本能でそれが分かって。中島君はお
ミニ抹茶パフェと練り切りセットです。バってのも苦手な人多いよな。とは人気だったから。よし、これも桜餅なんだって。お待たせいたしました。お茶漬けセットでございます。お待たせしました。抹茶わらび餅とミニあんみつのセットでございます。どうぞごゆっくり。お茶とシフォンケーキでございます。お茶に合わせ当店のパティシエが試作しました。卵サンド作ります。すごい。お待たせしました。はい、乾杯。こうやってこうして食べてみて。お酒で炊いた松茸ご飯です。立派なイチゴですね。どうしたんです？それが早朝のランニング途中足くじいたおばあちゃんを静岡まで届けたら。何かお礼を？いやいいんですよ。ごゆっくりどうぞ。うわ、イチゴのシュートにイチゴのタルト。こっちはイチゴ大福にイチゴあんみつロールケーキもあるよ。僕お菓子作る。酸っぱいのがじわっとくる。やば、元気出てきた。C
しみる甘いタレにほかほかのご飯。字が5本。お待たせしました。天丼でございます。はあ、ありがとうございます。まあ、もう鳥でも何でもいい。俺はやっと天丼にありつけるんだ。え、どうなってるんだ？ほい、海鮮丼お待ち。おお、これこれ。